はじめに2020富士山女子駅伝の開催について発表いたします。2020富士山女子駅伝の開催まであと19日となりましたが、出場する22チームの選手が決定し、10日に大会公式ウェブサイトで発表されました。今回の大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全日本大学選抜チームおよび静岡県学生選抜チームの不参加が決定しており、10月25日に仙台で行われた杜の都駅伝の上位12チームと5000メートル走の記録によって選抜する10チームの計22チームが参加いたします。交通整理ボランティアにつきましては、感染症対策として70歳以下の方にお願いすることとし、約2300人の市民の皆様にご参加いただくことになりました。皆様のご協力に対し深く感謝を申し上げます。当日の交通整理以外にも、大会前にコース沿道の清掃活動を地域の皆様に行っていただく予定になっており、市民一丸となって大会を支えていると実感をしております。今年の大会につきましては、コロナ禍での開催となり、例年とは異なる状況となりますが、市民の皆様につきましては沿道での応援はご遠慮いただき、ぜひご自宅のテレビで大会を観戦し、選手を応援していただきますようよろしくお願いいたします。